世界で一番お姫様、そういう扱い心得てよね。その1、いつもと違う髪型に気がつくこと、その2、ちゃんと靴まで見ること、いいね。その3、私の一言には3つの言葉で返事すること、わかったら右手がお留守なの、なんとかして、別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいの。可愛いって世界で一番お姫様、気がついてねえねえ、待たせるなんて論外よ。私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが今すぐによ。チェックワンツー。欠点可愛いの間違いでしょ、文句は許しませんの。あのね、私の話ちゃんと聞いてる、ちょっと、あ、それとね、白いお馬さん決まってるでしょ、迎え来て、わかったら貸し付いて手を取って、お姫様って、別にわがままなんて言ってないんだから、でもね、少しくらい叱ってくれたっていいのよ。世界で私だけの王子様、気が付いてほらほらお手卵のとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままな子だと思わないで、私だ